はい、じゃあコーンスネークのホワイトアウト。早い。早いです、非常に。もうそろそろしたらね、ピンクマウスのエル今上げてるんですけど、もうちょっと大きな餌を与えることができるようになりそうですね。やっぱり成長に伴ってね、白身が増してきて非常に綺麗になってきますね。はい、コーンスネーク2匹目。いい反応だ。いいですね。いい食いっぷりだ。2匹目。いいね。よく食べる。こいつももうそろそろ、もうちょっと大きなネズミを食べれそうですね。ちょっと大きめなの行ってみましょう。お、あ、いけそうだな。全然引いて、飲めましたね。顎直しをしてます。次はスジメアオナメラ。いい食いつき。次はオスの方。はや。2匹目。
お相撲2匹目。それはピンセットです。ピンセットの方に来るな。もうピンセットがご飯くれるもんだと思ってるからピンセットに噛みついてきちゃってる。餌こっち、はい。こちらは我が家で一番ピンセットというか俺に慣れてる先島マダラというヘビです。ネズミじゃなくてピンセットの方に行くとはね。もうこいつはね、ケージを開けたらご飯だと思って寄ってきますからね。一番本当に慣れてて可愛いヘビかもしれない。そしてこの虹色に輝く鱗が美しい。2匹目。それはピンセットです。ピンセットの方に来てもダメ。ネズミの方に来なさい。ネズミの方に。それはピンセット、こっちがご飯、ね、ピンセットはご飯じゃないの。こっちがご飯、ね、ほら、はい、そう、こっちがご飯です。はい、という感じで今回は我が家のたくさんのヘビたちに餌を与えるところを見ていただきました。ヘビっていろんな種類がいて、みんな
可愛かったりかっこよかったり、それぞれの魅力がありますよね。今回ね、動画に出てこなかったヘビとかね、まだまだ我が家には飼ってヘビいますけどもね、別に死んだとかじゃなくて普通に今回食べなかったっていうだけでございます。またそういった他のヘビはね、別の動画で出していきたいなと思ってますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。